この夫婦でこうどんな組み合わせが美味しいかなっていう、料理も楽しみながら人狼も楽しんでいくっていう、このなんか仕事帰りにこう癒されたりとか、お休みの日にちょっとほっこり一緒にお酒を飲むみたいなシチュエーションがもうすっごくこう気持ちのいい CM で、しかもこうリニューアルっていうタイミングに起用していただいたので、とても嬉しく楽しく撮影しました。そうですね、すごいおしゃれなお家で、でまあ等身大の、なんかまあ同じ趣味のお部屋なのかなみたいな、可愛らしい2人の関係性がちょっと垣間見えるシチュエーションで、なんかこう地べた座りで一緒にお酒を酌み交わすみたいなのがすごくいいなと思って、私も結構ローテーブルで食事する方が好きなので分かります。なんかホッとするよねっていう。なんかすごいこうエプロンが似合う方で理想的なんじゃないかなと思いましたね。なんかこうやって帰ってきたら全部美味しそうなんですよ、料理がね、多分同じように一緒にお酒を楽しめるような方でっていう、すごい楽しそうで、堂前さんのなんか優しい表情が今回の CM にぴったりだなって思いました。今日は CM で餃子と食べましたけど、いろんなレパートリーが思いつきますね。やっぱりお茶割りがすごく美味しかったの で、天ぷらが好きなんですよ最近。この間も天ぷら食べたんですけど、白身魚の天ぷらって年々美味しく感じるなと思って緑茶割りと一緒にゆっくり楽しみたいです。やっぱなんか人狼イコールやっぱグリーンのボトルに赤のキャップで黄色のラベルっていう、ここすごくこうもう前ずっとそうですもんね。なんでそれの印象がすごく強かったので、今回一新されるっていうのでまたガラッと新しい人狼に生まれ変わるのかなっていうワクワク感を感じました。おしゃれですよね、透明の容器に白のラベルで赤のキャップは一緒ですね。なんかすごくこう今回リニューアルしてスッキリ感がアップしたっていうのを伺ったので、ちょっとこうキリッとしたなんか澄んでるようなイメージに変わったのかなと。なので本当にこの見た目通り飲みやすくなっていると思います。私実家で犬を飼ってるんですけど、久しぶりに実家帰って一緒に散歩をすると、私は散歩してても休日を過ごしてても、あこっちの道のお店も楽しそうだし、こっちは景色良かったし、あどっちのルートで散歩しようかなとか歩こうかなと思うんですけど、うちの犬はすごいこう即決力のある子で、自らこっちのルートで行きましょうって案内してくれるワンちゃんなので、めちゃくちゃ相性いいなっていつも散歩してると思います。リニューアルしたんですけど最近あの家の中のちょっとした座椅子じゃないんですけど、座布団が、この世にはいろんな座布団があるじゃないですか。で、座布団を買うの大好きで、なんかジェルの座布団とか羽毛の座布団とかしょっちゅう買えるんですけど、最近もまたリニューアルしました。新しいのをこの間見つけて、わざわざそれを座りに行って座ってみて、1年ぐらい迷ってて、それもちょっとね厚みがあるんですよ、場所取るなと思ってて、でもこれもいいんじゃないかな、リニューアル、はい、しました良くなりました生活が絶対ドッキリだと思いました。すごい手の込んだドッキリなんやろうなとまだ思ってますよ。人狼顔なんですかね、まだ分かんないですけど。
でもまあお酒は好きなんで、いやお酒好きな人はいっぱいおるからな。なんでしょう、居心地がいいですね、家みたいで。 CM というかそういうのがなかなかないんで、本当にたくさんの大人がみんな集中してやってて偉いなと思いました。ちょっとジャンプしましたね、嬉しくて。ちょっとだけその場でジャンプしましたね。周りに人もいたんで。でもなんか初対面のはずやのに、もう何回か仕事をご一緒したかのような感じで接してきてくれたんで、すごいなと思いましたね。そのまあレモンとソーダで割ってもよし、緑茶で割ってもよしと。あ、そんなオールマイティーな存在やったんやってちょっと思いましたね。サムゲタンを食べたいんですよ。ジャスミンで割ろうかなと思いますね。いや、めっちゃスタイリッシュですね。かっこいい。前のも好きでしたけど、派手なの好きなんで。ただこっちはこっちでいいですね。布団にさですかね。今一番おいしい飲み物だよっつって紹介します。はい。あ、まだ水とか飲んでるんや。あ、絶対こっちの方がいいでっつって。はい。ちょっとね、部屋の模様替えをしたいんですよね。半分以上断捨離したいんですよ。一つの壁は全部これで埋め尽くそうかなと思います、はい、関西若手会に人狼ブームを巻き起こせるんじゃないかと思いますね。僕が責任を持ってちょっと伝えます。刺身佐藤丸人狼悪緑茶ニュージンロでいただきます。餃子さ、どう割る？ジンロ割るソーダプラスレモン、どうじゃろ。大正解。ニュージンロでいただきます。